ございます。今から仕事でございます。初日でございます。緊張して寝れませんでした。あんまりなんか布団に入ってから全然寝れませんでした。緊張してたんですね。まあ今日はとにかくね、初日なのでいろいろ覚えたいと思います。では行ってまいります。終わりました。お疲れ様でした、ね。今日もお仕事だという方、本当に皆さんお疲れ様でした。私も無事初日を終えることができました。なかなか撮影をすることはうまくできなかったんですけれども、まあ、どんな仕事かと言いますと、新築の一軒家とかですね、そういったところにですね、大工さんが内装工事をするために、床にね、養生を敷くんですけれども、その養生パネルというね、プラスチック状のパネルを、納品するという、ちょっと今までそんなものがあるっていうのは知らなかったんですけども、そういう仕事でございます。まあ無事にね、とにかく仕事が終わったということで本当に良かったです。ただちょっと腰が心配でですね、前の仕事の時に、まあ、コルセットと言いますか、まあ、腰のサポーターをね、こういうバンテリンが出してるやつなんですけども、これを今日使おうと思ったんですけど、この1ヶ月無職で何もしてなかったせいでちょっとお腹がだいぶ膨らみまして、ちょっとコルセットがこれなかなか巻けない状態になっております。はい、これをねちょっと早く巻けるように、しっかりこの仕事で痩せてですね、腰もしっかりサポートしつつ頑張っていきたいなと思います。ということで、ちょっと今日は私の報告と言いますか、まあお仕事初日ということで、こういう形になりましたけれども、皆さんはね、もちろんもう働いていらっしゃる方は多いと思いますし、無職っていう方は逆に少ないと思うんですけれども、これからもね一緒に頑張っていきましょう、ね、楽しくいきましょうよ。楽しくね、楽しくいきましょう。ということで、また明日よろしくお願いします。大丈夫ですよ。大丈夫。平山茂でした。ありがとうございました。おやすみなさい。